The world! Today we're gonna do chukay test together, which is listening test. We're gonna hear it together, we're gonna solve it together. After each quiz, I'm gonna explain everything why, and we're gonna move on to the next question, okay? And this is JLPT N5 listening training. The audio is real JLPT quiz. Please concentrate, do your best. Good luck. So let's get started. 始めよう男の人と女の人が話しています二人はテーブルの上に何を置きますか花瓶はどこに置きますかそうですねテーブルの上に置きましょう コップはテーブルに並べますかそうですね。5つ並べましょう。ジュースも置きましょうかいいえ、皆さんが来てから冷蔵庫から出しましょう。そうですね。二人は テーブルの上に何を置きますか hear it again with subtitles. 男の人と女の人が話しています。二人はテーブルの上に何を置きますか花瓶は どこに置きますかそうですね。テーブルの上に置きましょう。コップはテーブルに並べますかそうですね。5つ並べましょう。ジュースも置きましょうかいいえ、皆さんが来てから冷蔵庫から出しましょう。そうですね。 二人はテーブルの上に何を置きますか ?So the answer is flower and five cups. Got it?Then let's hear number two. 女の人と男の人が話しています。女の人が好きな動物はどれですかあれ 馬を描いてるでしょう。すごく綺麗だよ。そう、子供の時、馬に乗ったことがあって、馬が可愛くて足が速いので、その時から馬が好きなんだ。そうか、女の人は猫とか子犬とか好きだけど、美咲さんは他の女の人とやっぱり違うね。そうだね。田中さんは 動物はあまり好きじゃないけど。女の人が好きな動物はどれですか ?So, number one, 馬 horse.Number two, 猫 cats.Number three, 子犬 puppies.Number four, n i none.Right, the answer is number one, 馬 .So, let's hear it again. 女の人と男の人が話しています。女の人が好きな動物はどれですかあれ馬を描いてるでしょう。すごく綺麗だよ。そう、子供の時馬に乗ったことがあって、馬が可愛くて足が速いので、その時から馬が好きなんだ。そうか、女の人は猫とか子犬とか好きだけど、 みさきさんは他の女の人とやっぱり違うね。そうだね。田中さんは動物はあまり好きじゃないけど。そう。子供の時に馬に乗ったことがあって。馬が可愛くて足が速いので、その時から馬が好きなんだ。馬が好き。I like h o r s e t h e answer is number one.Horse. 馬。 OK, number three. 女の人と男の人が話しています。男の人は何を買いますかもうすぐパーティーが始まりますが、パンがありません。じゃあ、今から買ってきますよ。ありがとうございます。果物もないですから、お願いします。 ジュースはもっといりますかい,いえ、ジュースは大丈夫です。男の人は何を買いますかパン、ジュース、bread and bread, juice and fruit.You guys know the answer, right?The answer i s n u m b e r t w o パン果物 Bread and fruit Oh, you made a mistake? Then let's hear it one more time 女の人と男の人が話しています。男の人は何を買いますかもうすぐパーティーが始まりますがパンがありません。 じゃあ、今から買ってきますよ。ありがとうございます。果物もないですから、お願いします。ジュースはもっといりますかいいえ、ジュースは大丈夫です。もうすぐパーティーが始まりますが、パンがありません。じゃあ、今から買ってきますよ。ありがとうございます。 So there's no bread. And the guy said, Okay, I'm gonna go buy bread. Now you know bread for sure. And also, So this girl asked him, Please buy fruits too. He didn't say okay, but of course she's gonna buy it because she asked him to buy it. And he also asked, ジュースはもっといりますか ?Do you want more juice?Girl s a y s いいえ、ジュースは大丈夫です。No, thank you for juice.So the answer is bread and fruit.No.2 パンと果物。You guys doing good so far?Let's move on to No.4 男の人と女の人が携帯電話で話しています。 女の人は、これから何をしますかもしもし、田中さん今暇、暇ええ、もう授業はないし、帰ろうと思ってたところ。テニスしませんかテニスいいけど、私、あまり上手じゃないわよ。あ、大丈夫です。

are eating lunch or dinner together.Number 3.She is buying a tennis racket.Number 4.The woman and man are playing tennis.Yes, so the answer is number 4.Play tennis.You chose different one?Then let's hear it again. 男の人と女の人が携帯電話で話しています。女の人は これから何をしますかもしもし、田中さん今暇、暇ええ、もう授業はないし、帰ろうと思ってたところ。テニスしませんかテニスいいけど、私、あまり上手じゃないわよ。あ、大丈夫です。コート取ったのに、 来られなくなった人が多くて困ってるんですよ。そう。じゃあすぐ行くわね。もしもし、田中さん、今暇 ?This phrase, we use it a lot. 今暇 ?Do you have time right n o w え、もう授業はないし、帰ろうと思ってたところ。This A means high, yes. And, and 授業 means class.And this guy a s k s her, テニスしませんかテニス いいけど、私、あまり上手じゃないわよ。So she said yes here. いいけど。Okay, but I'm not good at it. Is that okay?And the question was, 女の人はこれから何をしますか ?What will this woman's gonna do from now?Tennis.All right then.The last listening training for today.No.5 女の人が電話で話しています。二人は何曜日に会いますか来週そちらへ行ってもいいですかええ。月曜日と金曜日は忙しいですが、他の日は大丈夫です。そうですか。私は 水曜日がダメですから、火曜日か木曜日ですね。どっちでもいいですよ。じゃあ、早い方がいいですから。わかりました。じゃあ、15日ですね。時間は1時でいいですかええ。二人は、 何曜日に会いますか? Wow, this one is hard, but I know you guys can do it. Your answer is okay. My answer was number two, Kayobi Tuesday. Number one, 月曜日 is Monday. Number two, Kayobi is Tuesday. Number three, 木曜日, Wednesday. Number four, 木曜日, Thursday. Let's listen this again really carefully, okay? 男の人と女の人が電話で話しています。二人は何曜日に会いますか来週そちらへ行ってもいいですかええ、月曜日と金曜日は 忙しいですが、他の日は大丈夫です。そうですか。私は水曜日がダメですから、火曜日か木曜日ですね。どっちでもいいですよ。じゃあ、早い方がいいですから。わかりました。じゃあ、15日ですね。時間は1時でいいですか ええ、来週そちらへ行ってもいいですかえ月曜日と金曜日は忙しいですが他の日は大丈夫です。In this moment Monday and Friday disappeared. そうですか。私は水曜日がダメですから火曜日か木曜日ですね。And this guy Wednesday is busy.So Wednesday disappear. So there's only two options left.Tuesday or Thursday. 火曜日か木曜日。どっちでもいいですよ。じゃあ、早い方がいいですから。This is the answer. いい Which comes faster, Tuesday or Thursday?Yes.Tuesday. 火曜日。So, how was it, guys?How many questions did you get correct?5 out of 5? These listening trainings are really good because even for JLPT N5, the speed is pretty fast. This is almost the same speed as normal conversation speed of Japanese people. So please keep practicing it. I know you can get it correct if you, if you listen this really carefully because always the answer is in the conversation. Okay, well, thank you for watching. I hope your JLPT test goes well. And please tell me on the comment if you have any requests or or any comments is okay. I am really happy to read them. And don't forget to like and subscribe. And see you guys in the next video. Bye Matane!